東口ホーム、西宮駅は、兵庫県西宮市田中町にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS17。平日朝のみ運転される、区間特急以外の全営業列車が停車する。阪急の西宮北口駅とともに、西宮市の代表駅の一つで、梅田方面からの急行は当駅で折り返しとなる。阪急神戸本線。 今津線の西宮北口駅や JR 神戸線の西宮駅と名称を区別するために地元では阪神西宮あるいは略して坂西または市役所の前にあることから西宮の中心の意を込めて西宮駅と呼ばれる。なお2007年まで JR 西宮駅は西宮の名称であったことから各種文献でも西宮駅は 阪神西宮駅を指すことが多い。阪神電車では最北端の駅である。地上駅時代の阪神西宮駅1984年、なお、1908年に鉄道昇家の作者である大和田武樹が阪神電気鉄道からの依頼を受け、同車線の宣伝のため作詞した阪神電車昇家では、以下のように西宮が歌われており、当時ここに西宮神社のほか 海水浴場があったことを示していた。対比設備を持つ島式ホーム2メミ4線の高架駅。駅周辺の立体交差化事業自体は1980年から始められたが、宮水の妙への影響を懸念し、少しずつその影響がないかを確認しながら慎重に工事を進めたため、完成まで20年以上もの歳月を要した。神戸寄りには引上げ線2本が設置されている。 この引上げ線では主に急行が折り返すほか、ダイヤの乱れにより快速急行が当駅で運転を打ち切られた際に使用した例もある。ホーム有効長は高架火事に将来を見越し200メートルに延伸され、阪神・三用車重量編成の停車が可能となっているが、用意されている停止位置目標は、4、6、金6、8、金8のみである。ホームは、 現状では使用されていないスペースはフェンスで区切られ立ち入れなくなっているが、そのスペースにも駅名標はすでに設置されている。地上駅時代の出口に近い側を恵比寿口等配合された西宮東口駅の代替である東口を市役所口としている。恵比寿口高架下には恵比寿タ西宮があり、阪神百貨店西宮店が出店している。 当駅の到着前に、エビスタ西宮の営業時間帯における、社内放送では、次は、西宮、エビスタ、西宮前ですと、案内されている。また、毎年1月9日から1月11日にかけて、西宮神社で行われる東海日エビスの期間中は、社内放送で、次は、西宮、西宮エビスですと案内される。地上駅時代は、 踏切が閉まっている際に無理の横断をされるのを防ぐため、校内通行券が無料発行されていた。この券を使って駅構内の地下道を経由して自由に駅の南北を往来できたため、この通行券は実質的な無料の入場券であった。地上駅時代も2面4線の配線だったが、西側の引き上線が一線の他に、 一番線の北側に留置線が設置されており、現行の当駅の配線と若干異なっていた。この留置線は、阪神甲子園球場への野球観客輸送時の臨時列車の待機で使用していたほか、夜間停泊の車両の留置に使用されていた。この留置線からは、大阪方面へのみ直接出発が可能で、神戸方面へ出発する場合は、 東側の渡り線を使って点線していた。なお、平日朝ラッシュ時に運転される、東駅通過の大阪梅田方面の区間特急は、必ず警笛を鳴らして通過する。内側2線が、主本線、外側2線が、対比線である。2019年時の1日平均乗車人員は24,126人で、ある。同じ西宮市内では、 JR 西宮駅より多いが、阪急西宮北口駅より少ない。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下記の通り。なお、1974年に廃止された阪神国道線は、駅のすぐ北を通る国道2号上に付設されており、阪神西宮駅の最寄り駅として、西宮恵比寿駅を設けていた。ちなみに同線には別に、 西宮駅前駅が2つの代寄りに設けられていたが、同駅は阪神ではなく、東海道本線西宮駅の最寄り駅であった。当駅到着前に、阪神バスご利用の方はお乗り換えくださいとアナウンスされる。阪神バス阪急バス。ありがとうございます。